はい、ということで今日は一人で反応まで139か50キロぐらい走っていきたいと思います。行ってきます。 YouTuber 感出してきたな。私は今日は仕事でした。さっき終わった。いや初めて100キロ超えした。いいね。平日やっぱあれやな、空いてるな。めっちゃ少ないよ人。やっぱ自転車乗りは朝早く平日走るか土日1日ロングライドするかって感じだな。お、出た。ここ一応通れますかなと。出た。絶対やってくるやつ。いやもう景色変わらなさすぎて撮ればいいんやろっていやでも、あ、でも手振ってるやん。ちょっと手振ってた。影が手振ってる。これは例のあれやな。あ、大谷の近道。大谷の道かこれ、うん、あ、ほんまやな。おうおう、ほんま行ってるわ、うん、なあ、もうでもだいぶ来たね、これ。おお、入間川サイクリングロード入りました。いいね。これあなたのカメラだけやから前側がずっと映るね。そうそうそう、ほんまに誰もいないもんな。いや、そやね。入間川サイクリングロードも土日はめっちゃ混んでるけどな。ああ、なるほど。これ反応の、あ、一回休憩したんここで、はい、ああ、なるほど。セミレブンいつも、2時間40分走り続けて疲れたので補給をします。2時間40分走り続けか、うん、どら焼きとオレンジジュース。オレンジジュース。なんかこれこの前千葉行った時に同じ構図を見たの。こうやって止めに来るやつ。いや、そう。立ち止めなんかも。ドラ焼き食っとる。ドラ焼きを食べてます。そして止める。いや、ちょっとにやけてる。腕はおもろくない。これなんか珍しい電車かなと。なんか鉄の塊みたいな。そうそう。お、反応の商店街。そして東峠。そう。登ってます。登ってます。前は死んでたけど、ここ何ワットぐらいで行けた？ここはね、170。めっちゃ出てるやん。この前120とか30で、これちょっと頑張りすぎた。3入ってて、だいぶ元気だ。東峠登り終わりました。しんどかった。ベレージで160から170ワットぐらいで登ったと思います。から顔ぶり峠登れるか心配。できます。でもクリート前にしたの良かった。あ、それ結構違う感じするわ。あ、膝はどうやった？膝もちょっと裏が若干痛くなりそうやったけど耐えた。あ、そんな感じか、うん、150走ってそれやもんな、うん、そう。これは小ぶり峠。あ、もう登り終わって、これ景色綺麗。あ、そう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 、景色綺麗なとこ。今日は別にセグメントチャレンジ PT する元気なかったから。なるほどね。まあそりゃそうやんな、うん、東峠でだいぶ行ってるしな。顔ぶり峠着きました。顔ぶり言ってる。ま、静かすぎて喋りづらい。静かすぎて喋りづらい。そう。おお、綺麗やな。めっちゃ咲いてました。なに、梅が咲いてた。そう。おお、じゃあ今からもう一回東峠登って帰ります。バグ。もう一回のバグ感がすごい。登りたくなかったな。おお、また登りますよ。ここで、あー、ここ、あー、東峠。東峠で東峠でなんかおっちゃんが木飼ってるみたいな人がおって、おの人になんか、お、頑張れとか聞こえてきて、おっちゃんにすごいねとか言って。確かに女の子一人で走ってたら、おっちゃんに声かけられた。あ、おっちゃんはちょっと応援したくなれる。頑張れ、なんだこいつはとか。そうだよ。着いた。着いたな。けど止まらずに、おお、降りる。かぶり峠の蕎麦屋でご飯食べようと思ってたんですけど、どうしてもハンバーガー食べたくなったんでマクドにしました。マクド。じゃあ外で食べる。外で食べた。寒なかった？寒かった。寒いよな。めっちゃ後悔したもん。なんで外にしたんやろ。今日ちょっと寒いよな。めっちゃ寒かった。なんか土日とかあったかかったけど、今日だけ結構寒い日や。今日はな、冷えたな。3度ぐらいやったな。あ、もう一瞬でここまで帰ってきたけど、帰ってきた。長かった、ここまでの道のり。3時ぐらいか。あ、うん、そう、荒川3時ぐらいで、帰りも向かい風と。きつかった。あ、でも結構進んでるで、スピード出てるよこれ。
多分この時追い風だったんですよ。あ、なるほどね。河口に向かって向かい風になってきて、そうそうそう、だんだん向かい風になってきて、なんか冬の空って感じやな。いやー、ま、長かった。晴れてるけど、なんかこうちょっと寒空みたいな感じやもんな。で、来たんだ、だんだん、うん、岩淵、水門まで帰ってきました。どうやった一瞬やけど、壊れよ、めちゃめちゃ長かった。泣くかと思った。お、ケーズまで帰ってきた。ケーズまで帰ってきた。あ、ケーズ全然映ってへん。確かに。あ、これはもう家の方に戻ってきてますと。うん、そうそう、うん、疲れた。やっと帰ってきました。5時20分。157キロぐらい。なんでこんな時間かかったの。疲れた。7時半に出て。5時半に帰ってきた。俺こっからウェブ面談したもん、お客さんと。ほんだら。ほんなー。